決して顔が似てるという意味ではなかったようだ。11月27日深夜放送の乃木坂工事中テレビ東京系では3週にわたった内輪受けモノマネ大賞が終幕。黒見明日香のモノマネを繰り出した林瑠奈が優勝を果たした。その中で、とあるメンバーが女優の本田翼に似ているとの指摘が浮上。だが乃木坂46に本田に似たメンバーがいるとの噂が立ったことはないはずだが、果たして一体誰が該当するというのか。この日の一発目には久保詩織が5期生、池田映写のモノマネを披露。その内容は、喋っているのに絶対に目が合わない池田映写、というもので、秋元真夏に話しかけられつつ、どうしても目線が下がりがちな池田の姿を演じていた。その演技には MC のバナナマン設楽も、池田って確かに目が合わない、と言及。さらには眠たそうな目をしていると指摘し、目、悪いの、と質問だ。すると池田は恥ずかしそうに、目が悪いって言うよりドライアイなので、と、反目気味になりがちな理由を明かしていた。その言葉にバナナマン日村が、いるんだよな、この目する人、と反応すると、設楽は、本田翼ちゃんと名前を挙げることに。これには日村も即座に、本田翼ちゃん、そっくり、本田翼ちゃんに、と納得し、スタジオのメンバーからは、と驚きと関心の声が漏れていたのです。アイドルシライター。ただ本田と池田では、フォーターっぽさを感じさせる点は共通しているものの、顔つきが似ているかと言われたら微妙なところだ。それでも日村が、そっくり、とまで言い切るからには、二人を知るものであればその共通点が見出せるらしい。当の池田は、光栄です、と前向きに捉えていたが、身長では166センチと大柄な本田に対して、池田は159センチと標準的。髪型もショートボブが印象的な本田と、30センチはありそうなロングヘアの池田では相当な違いがある。果たして二人がそっくりなポイントとはどこにあるのか、それは設楽が、はい、なんとかなんで、と言いながら首を振って真似していた目つきでしょう。本田翼目、で検索すると、変や不自然といった単語に混ざって、死んでる、いや、怖い、といった単語も多数ヒットします。ドラマはともかくバラエティ番組の舞台裏では死んだ目つきになっていることもあるようで、その理由の一つがどうやら、池田も指摘したドライアイにあるようです。前出、アイドルシライター。ドライアイになりがちな人の場合、どうしても反目っぽくなったり、やぶにらみな目つきになりがち。ドラマなら目薬などで対応しつつ、目の状態をキープしながら撮影に臨めるが、バラエティ番組では一つ一つのシーンが長回しになるため、目つきの悪さが目立ってしまうようだ。しかもバナナマンは、冠番組のバナナサンドやバナナマンのせっかくグルメ、いずれも TBS 系に本田がゲスト出演することも多く、収録外で長時間一緒にいる機会が多いもの。そうなるとドライアイ対策をしていない本田を目撃する回数も増えるので、彼女の死んだ目ややぶにらみが印象に残りやすいのだろう。